リングワールドの玉座は、1996年にラリー・ニーブンが発表した SF 小説、ノーン・スペースシリーズのうち、リングワールドを舞台とした3番目の作品である。日本語訳版は、奥間はじむが翻訳、早川書房より出版。この作品の舞台は、前作、リングワールド再びの結末で、ルイス・ウーとイタリ公社が、 リングワールドの軌道を安定させてから約11年後である。全体は二つの物語に分かれており、結末で一挙に合流する。前半は主にリングワールド各地から集結した様々な人類たちを描いている。彼らは自分たちを食料源としてきた吸血鬼たちとの戦いを繰り広げる。後半はルイスウーの冒険の続きが描かれている。リングワールドを救うために、 多くのアジン類を犠牲にした、彼は、罪の意識から高度医療を拒否し、老化と病気に蝕まれてしまっていた。しかし、イタリ公社からそれほど、大量のアジン類が死に絶えたわけではないこと、そして、リングワールドに、新たな危機が迫っていることを知らされ、イタリ公社の元に戻って、治療を受けるのである。新たな仲間として、ハミイーの息子である、ジシャという、クジンジンも登場する。 しかし彼らは吸血鬼のプロテクターに捕らえられることになる。話は、リングワールドの外壁にいるプロテクターと、リングワールドの防御システムを掌握しているプロテクターとの派遣争いへとつながっていく。本章ではルイス、イタリ公社自社は、傍観者といった立場になっており、プロテクターたちがほとんど主役であるかのような内容となっている。ありがとうございます。